皆さんこんにちは、あや部長です。最初に言ってきます。今日はちょっと動画的に軽い動画になりますが、まあそこのところよろしくお願いします。皆さん、自転車を止めるとき やっぱり自転車袋をかぶせたり、サビや雨の日などに、袋をかぶせること多いですよね。僕も、袋を買って、サイクルカバーを買ってきたんで、紹介していきたいと思います。そういうことか。じゃん。サイクルカバーです。雨、ほこり、サビから愛車を守ります。カバーが汚れても水洗い可能らしい。フロントバスケットと装着車も楽々覆うことができるらしいです。ゆったりサイズらしいです。その下には固定紐付きです。これヨドバシで買ったんですけど、638円ぐらいでしたね。とてもおや安く買えたのでとても良かったと思います。早速ですかね、自転車のところに行っていきましょう。はい、今自転車のところにやってきました。早速ですかね、サイクルカバー開けてかぶせていきましょう。なんとここに固定紐がついてましたね。これ丸みたいなものがついてる。多分これ、何かで作られたと思いますね。自転車全体をかぶせましょう。できました。 あとかぶせて、この固定紐を結んでいきたいと思います。サイクルカバーいかがでしょう。いかがだったでしょうか。このサイクルカバーはね、僕の自転車と、ちょうどいいサイズに入れたし、やっぱり雨の降った日とか自転車を使われた時には、これをかぶせて、サビと汚れを防いでくれるので、とてもいいかと思いました。皆さんもぜひ買ってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。グッバイ。